前回人間の認識能力を考える上でまあ意識と認識実は多分僕は区別ができると思ってるんですが非常に大雑把に生物の意識多分根源的にはあの個体を維持する欲求あるいはあの個体の情報を次世代に伝えようとする種の保存の欲求みたいなやつが。 あの意識のプリミティブな形態だろううという話をしましまたでその中から人間の意識が分離してで人間の意識は動物の意識まあほとんど動物の意識を持ってると僕は思ってるんですけれどもその中からさらにあの人間が意識が分かれてくるまあその一つの,あのエポックはおそらくあの宗教的な意識でその中で類としての 人間はみんな同じ能力同じものだっていう認識を持ってきたんじゃないかって話をしました。今回は全く別な観点からあの認識人間の認識能力の特徴みたいなやつを考えてみようというふうに思ってます。で具体的に言うとあの人間はその感覚能力を外的に外的にっていうのは生物学的なメカニズムによらずに 自由にには機械によって拡大するでそういうすることがあの人間の認識能力の非常に大きな特徴だという話をしようというふうに思っています。でまあ少し前回の話繰り返しになりますけれどもあの万人に共有される理性という概念まあこれはデカルト始めまあずっと いろんな流れ、まああの、フランスの啓蒙思想もそうですしでそういうのに共有されていくんですけれどもそれは、まあ、あの科学革命の扉を開いたしそれに続く産業革命を準備しました産業革命が人類に与えた影響というのは非常に巨大ですねでまたその理性や啓蒙という概念は自由平等人権といった近代市民社会の思想を基礎づける ことになりましたただ問題はそういう思想の力だけで科学的認識の拡大が進んだって考えるのはあの正しくないというふうに僕は思っています。で人間がその科学的認識を確立する上で人間の感覚能力まあ感覚ってある意味全て意識認識の基礎ですからね その人間の感覚能力の拡大との非常に大きな役割を果たしたという話をしようと思います。で今回はまあ視覚の能力の拡大から見ていこうというふうに思います。で視覚は基本的には生物が外界を認識まあほとんどの動物はあの視覚を持っていますで。外界を認識するために進化を通じて発達させてきた能力。 ですが人間はその生物科学的な進化以外の方法で視覚の拡張を果たしてきましたでまああの何のことはない人間が望遠鏡や顕微鏡といった新しい機械を発明してそれを利用することで人間の感覚能力を外的に拡大するそれはしかし科学的な認識にとっても非常に大きなステップになったというふうに僕は思っています 重要なことはそうした機械の進歩は現在も続いています。でまあ特に20世紀以降の変化は非常にあの巨大なものがあります。で近代科学の成立だけじゃなくて現代科学の発展にもその人間の視覚の 能力の拡大というのは非常に大きな役割を果たしてい、そのことをちゃんと見ないとあの認識の能力を語ることはできないだろうというふうに思います。で、まあ、これはあのガリラの望遠鏡ですね。で、これはあのレーム・フックの顕微鏡です。これはフックの顕微鏡です。こういうものはだからあの望遠鏡は、 あの目で見えない遠くのものをあの見えるようにする顕微鏡は目に見えない小さいものをあの見えるようにするまあ,あのベクトルは違いますけれども人間の,あの自然の生まれつきの視覚では見えないものを見えるようにするというのは同じですね。まあ、X 線もそういううい意味では同じように あの,視覚の拡大と見ることとができると思いますこれは古典的なヘルの,あの望遠鏡まあ多分1970年代まで世界最大級の反射望遠鏡だったのでこれは5 1メートル今はもっと巨大な望遠鏡を複数の鏡を組み合わせて作ろうとしていますねでこれは電波望遠鏡です荒れ死亡の電波望遠鏡残念ながらこれは去年おととしになっちゃったかな崩壊しましたね なんだかよくわからないんですけれどもこれはもう今機能していますおそらく復旧困難だと思ただこれに代わって変わると言っていいのかわかりません中国の天岸というもっと巨大な電波望遠鏡が稼働を始めていますでこれはあのアメリカのニューメイシコのソコロに並ぶあの超大型の観渉望遠鏡ですね でこれをあのー、何台か連結してで直径1 3 0ルの電波望遠鏡として機能させるということこれももっと大きな規物がメキシコで確かやってたと思いますねこれは先ほど言った中国の天岸という直径5 0 0ートルの巨大な電波望遠鏡です中国の人は ふざけているのかもしれないですけどこれでチャーハンを作るとあの地球全人類にチャーハンを用外ごちそうできるというぐらいそういう説もしていましたけど巨大なものです中国はそういうところはなかなかすごいんですねでこれはあの有名なハップルの宇宙望遠鏡でまあこれがある意味我々の宇宙に対するイメージですね で、それに与えた、あのー、インパクトっては非常に巨大だというふうに思います。まあ、いくつかハップルの画像を見ていこうと思うんですが、これは、ハップルの画像はいつ見ても感動的ですね。で、この宇宙の画像を見ると、星だと思われるのは、実は宇宙、一つの宇宙を一つの星と見ているってことが、よくわかりますね。いろんな宇宙が見えています。 でこれは多分、アップルから見てアンドロメダー、隣の星雲ですね。いつかあの銀河系と衝突するらしいですけれども、このアンドロメダーの姿です。で、これは、なんて言ったかな。ともかく非常に活発に星が生成されている。あの、ニョキニョキと雲が立っているみたいに見えますけれども、バトウ星雲っていうのかな。 で、この中であの無数の星が生まれている、そういう非常にアクティブな領域ですね。これは、あの、ハッブルじゃなくて、ボエジャーの、これは空想図ですけれども、ボエジャーの写真も感動的ですね。おそらくハッブルではボエジャーがなければ、僕らはその宇宙のイメージって、今のように持てなかったような気がするんですよね。で、これは多分、ボエジャーの、 多分色を変えてると思いますけども実際に写した写真の一部ですね。ボイジャーはもう今はあのー、太陽系の外に飛び出していますね。でこれはもう有名なその最後に写したというかあの太陽系の端から地球を見たペイルブルードット青いあのこ,の,この,あの小さな点が見えますけどこれ地球なんですね。 こういう地球を見る。まあ僕らあの子供の頃月から見た地球というので感動したんですこれはまた別な意味での感動ものですね。地球ってこんなに小さいんだというのがよくわかります。でもこれも太陽系の中ですね。でまあこういうまあ国際宇宙ステーション。 これはもう老朽化が進んでるみたいなんですけれども、こういうもので宇宙の観測でこれは目かというと誰の目かっていうと、これはやっぱりあの人間人類の目としか言いようがない。でそういう意識が生まれていることもあの僕は重要なことだというふうに思っています。 でちょっと話は変わるのでこれはセルンですねもっと極微なミクロな領域を見るためにはあの加速器が必要なのこれはあのセルンにあるあの山本さんぐらいの,あのリングですねでこの中に巨大な観測器っていうかそれがあって。 まあこれはヒグス粒子ってやつを観測した時の写真だと思います。陽子と汎陽子をぶつけてで、そこでいろんな新しいあの粒子の生成、発展、消滅をあの観測できるんです。まあこれは当然コンピューターの助けが必要なんですね。コンピューターの利用、計算能力についてはまた別な機会にお話ししたいというふうに思います。で最近はその天文はその量量化を使ってやるってうんで、これリーゴ。 ライゴでしょうかリゴでしょょううかかでこれの兄弟みたいなのがバーゴというあの干渉系があってでこれは絶対あの重力波なんてのは我々の目や耳ではあの絶対見ることができないんですけどもそれを観測する機会を我々は既に持っている我々は宇宙に対してこの重力波で宇宙を見るで、まあ、これはもう理したのこれは2つのブラック ホールが衝突するその時の様子をあの有力望遠鏡で見ることができる今はこういうあのリザーって言うんですけれどもあの有力望遠鏡宇宙まあだからハブルと同じように地球の上じゃなくて宇宙からあの有力で観測しようっていう計画があります。こういういのはあの非常に巨大な あの費用がかかるしで一つの国だけではあのなかなか賄えないで今はまたそういうものに対する支出に対してあの経済的な需要からなかなかあの難しいですがそれもやはりあの先ほど宇宙国際ステーションとかハップルいうのは結局人類の目だというような話をしましたけどもそれと同じように。 人間にとってあるいは人類にとって必要なあの観測なんだということがあのできるだけ多くの人に理解してもらうのが大事だというふうに思っています。でまあ今までまあ大雑把にいろんなことを見てきたんですけれども特に20世紀以降の,あの人間の,あの認識能力の拡大の中でこういう形で機械の利用が 逆に言うとこういう新しい人間の目なしにはあの科学的認識って発展しえ,しえないんですよね。でそういう段階にあの現代の科学はなっている。で単に人間の認識能力をそれだけ人間の生物としての認識能力それはいくら脳の中を分解したって解剖したって。 こういういいのが出てここないわけですねでこれはまたある意味では機械と人間との共生といっていいフェーズに人間の認識能力,能力認知機が近づいてるというふうにも僕は思ってます。であの次回ちょっとあの資格とは別に時間の問題を少し紹介したいと思ってるんですけどもそこでもまたあの新しいその時間の感覚 非常にあの微小な時間の差を検知するでこれも実は時間や空間を理解する上では決定的に重要ですねそういう感覚を人類が持ち始めているあるいはそれなしでは自然の理解が宇宙の理解も進まないということは非常に大事なことです繰り返しになりますけれども哲学的な問題としてだけあるいは人間の能力の問題としてだけ感覚的認識を あの捉えようととするとおそらく見誤るでそれはおそらくこういう形での機械との協力による機械を使って人間が生まれ持っていた感覚能力をさらに拡大するということによって初めて可能になるそういう観点からあの認識の問題を捉え返す必要があるんじゃないかというふうに思っています。